ジアペルタは、アメリカ、ニューメキシコ州の上部白亜系の地層から発見された、アンキロサウルス科の極竜類恐竜の絶滅種である。現在のところタイプ種ゼットソンハワネンシス一種のみが発見されている。警部のハーフリング2011年に、ロバート・マイケル・サリバン率いるニューメキシコ自然科学史博物館とペンシルベニア州立博物館の共同調査隊は、 カートランド類層で発掘調査を行った。そしてニューメキシコ州のビスティで NA、で n a ジン・ウィルダネスにあるカートランド層のハンターウォッシュ武装とデナジン武装でゼットソンハワネンシスの多数の化石を発見した。ゼットソンハーネンシスはホロタイプである NMMNHP-64484 を含む多数の化石により新種と同定された。 このホロタイプは、デナジン武装で発見されたものであり、一つの下顎を、角物の完全な頭骨、第一、第二ハーフリング、および多数の部分的な、皮骨で構成される。また、この種のものとされる、別の標本、NMMNHP-66930 は、デナジン武装より古いハンターウォッシュ武装で発見された、もので、第一ハーフリングである。 2014年にビクトリア・アーバー、マイケル・バーンズ、ロバート・サリバン、スペンサー・ルーカス、アマンダ・カントレル、ジョシュア・フライ及びトーマス・スワゾによりタイプ種ザエペルタ、ソン・ハワネンシスとして命名、記載された。俗名、ザエペルタは、ジアの宗教イメージであり、ニューメキシコ州の旗にも使用されているジアの、太陽シンボルとアンキロサウルス科の皮骨を表し、ラテン語で、 縦を意味する語であるペルタにちなんだものである。種小名ソンハワネンシスは化石の発見地である。サンファン群に由来する。生体復元図 Z ソンハワネンシスは3つの固有派生形質がある。興奮部の中ほどにある骨の板キャブやテグやらが大きく、目立ち、おおよそ三角形をしている。臨場骨の角は、基部から先端まで10センチメートルほどと長く、先端が前方に曲がっている。 頭骨の基部付近に深い三つの溝がある。頭骨背面部の角は太く、下に曲がっている。前眼下部は突上であり、前上顎骨が幅広くて、四角く、頭部の装飾を覆っている。上顎骨は、長さ1 2トルほどで、両側に18本ずつの歯がある。ハーフリングの皮骨は高さが2 4センチメートルから1 1トルと様々である。 全長は成長した個体では5メートルから6メートルである。ジアペルタはアンキロサウルス科に分類されており、おそらくカナダのスコロサウルスに近縁である。同時代に同じ地域に生息していたノドケファロサウルスとは近縁ではない。ありがとうございます。